ハキ。どうしたの山本くん、ハバキに興味があるの？え、いえ別に。でも今ハバキって言ったよね。いえ言ってないです。じゃあ今日はハバキについて説明するね。あ、はい。ハバキは壁と床との隙間を埋めるためのものです。壁に貼ったクロスとフローリングなどの床材との隙間を埋めることで見た目も綺麗にすっきりとした印象になります。またハバキは掃除機やモップをかけた時に壁にぶつけて傷ができたりしないよう守ってくれる役割もあります。そんなハバキですが、家を建てたりリフォームしたりする時に壁の色に合わせるか床の色に合わせるか聞かれて悩んだことはありませんか？今まさに悩んでるという方のためにハバキの色を決める時のポイントをお伝えします。ハバキを壁の色に合わせた場合は空間を広くすっきりとした印象に仕上げることができます。特に白など薄い色のクロスを使っている場合は視覚的にも広さを感じやすく、スマートな仕上がりやシンプルな仕上がりがお好みの方にはおすすめです。ただしアクセントクロスを採用している場合はハバキの色を合わせることができない場合もあるので注意が必要です。ハバキを床の色に合わせた場合は空間を落ち着いた印象に仕上げることができます。一般的に床には壁よりも濃い色を採用することが多いので家全体が引き締まった印象になり、またクロスの色に左右されないので家中を同じ色のハバキで揃えやすく家全体に統一感が生まれます。余談ですが、ハバキと同じように天井と壁との隙間を埋めるための回り縁というものがあります。天井と壁のクロスを同じにすると隙間ができないことなどから設置しない住まいも増えてきました。もし設置するときは天井や壁のクロスの色を見ながら何色にするか検討してくださいね。ハバキについて勉強になりました。よかったね。でもどうしてハバキってつぶやいたの？言ってないですよ。ちょっと疲れてため息をついていただけです。変わったため息だね。ハバキ